おはようございます。本日は2017年の3月26日です。 JR 東日本横浜線の新横浜駅よりスタート。本日はここから一旦神奈川県を出て山梨県静岡県をぐるっと回り、もう一度横浜市に戻ってくるという変わった工程です。一番最初に乗りますのは横浜線の特急列車浜海寺号。この列車によって山梨県の奥の方までずっと連れて行ってもらうことができます。この浜海寺という列車は現在ではなくなってしまったものです。なかなか面白い列車でしたが、詳しいことはスーツ交通チャンネルにてずいぶん前ですけれども紹介しておりますので、よろしければそちらをご覧ください。昨日も私は静岡県にいたのでしたが、そこで買ってきた安倍川餅などを食べ、しばらく横浜線を進んで列車は八王子に向かっています。この列車にずっと乗っていてもいいのですが、この八王子駅で降りて、それからまた別の列車に乗り換えです。中央線の土曜日曜はこのように面白い列車が次々やってくることになっています。これも現在ではなくなってしまった国鉄時代に作られた旧型特急型車両によるホリデー快速富士山号。特別な料金を払うことなく特急用の車両に乗ることができます。つまりさっきの特急浜海寺号よりも安いというわけです。これで東京都をまずは抜けることになります。そう、先ほどの八王子は一旦神奈川県から東京都に入っていたんですけれど、ここでまずは神奈川県の北部にもう一度戻りました。相模湖の駅の手前のところ、このようにものすごい雪になっていました。3月の終わりだというのに素晴らしい雪景色です。東京からちょっと1時間ぐらい電車に乗っただけでこんな景色を見ることができる場合もあるんですね。なかなか面白いことです。もう少し進むと列車は山梨県に入ります。今鳥沢とか大月とかその近くのあたりまで来ています。素晴らしい景色を見ることにもなりました。大月で列車を降りて、これから先また別の面白い列車へ乗り換えです。今度やってきたのはオール2階建ての快速列車ホリデー快速ビュー山梨号です。ビューという名前に負けず、全ての車両が2階建て、1階の部分からのビューもなかなか楽しいものです。ただこれは特急用の車両を使っているわけではないので、ボックスシート向かい合わせということになりますが、2階の車窓からなかなか見ることのできないような木々に邪魔されない中央本線のパノラマを楽しむことができます。今日はこのように雪が降っていて、これが甲府盆地の方に来ると雪ではなく雨に変わったりもしましたが、まあ、ともかく割といい天気です。今私が口へ運んでいるのはフィットチーネぶどう味ですね。多分ここら辺で採れているぶどうはほとんど使っていないんじゃないかと思いますが、今甲府駅に到着しました。そして最初の下車観光はこの本日は甲府ということになります。山梨県庁の所在地甲府、大変有名なところです。この甲府駅は甲府城のもともとあったところ、その敷地の中を完全に真っ二つに分けるようにして通っています。住んでみるとこんな石垣だけが残っていて、天守とかお城の関連の設備はもうほとんど残っていなかったんじゃないかと思いますが、まあ、その代わりお金をかけることもなく無料で楽しむことができると、お金のない最長往復切符にはぴったりの行程なのでした。割とそれでいてね、眺めもいいんですよ。街の中の、まあ、一番高いようなところまで登っていって、あまり他に人もいませんしね、無料の展望台的な使い方をすることもできます。それから甲府といえばやはりほうとうです。この日はかぼちゃと豚肉の入ったほうとうを食べたんですが、この店はね、さらにお惣菜も食べ放題ということで、かなりお腹いっぱい健康的なご飯になりましたね。いや、よかった。このお店がどこだったか私思い出せないんですよね。また行きたいと思ってるんですけど、なくなってしまったのかな。だから今では違うほうとうのお店に今では行ってるんですけれども、分かる方がいたらぜひ教えてください。おかしな話ですが、実はね、ほうとうのお店を探すのに意外と手間取りまして、私は時間をかけてしまい、列車にほとんど駆け込みはしなかったんですけども、もうちょっとで列車の発車ベルが鳴ると、まあ、そういうようなところまで来ていまして、結構危険だったような記憶があります。それから先は身延線の特急列車藤川号に乗り、身延の駅まで行きました。この身延駅で降りてすぐ近くにある、なんつったかな、久遠寺だったと思いますが、お寺参りをする予定でした。お寺参りという言い方でいいのかな。ただね、この日は残念ながらこのような結構な天気、そしてお寺は私が思っていたよりも遠かったのでした。だからもういいやと思ってね、引けを信玄餅だけ買って、そしてまたその後走る快速列車爽やかウォーキング号に乗ることにしました。これはいつも走っている列車ではなく、この日だけ限定で走っている特別な列車です。ただじゃあそれで何か特別なことがあるかというと、さっき私が乗っていた特急藤川号と同じ車両を使っているので、別に鉄道マニアとしてもそれほど珍しい体験をするわけではありません。ただお客さんがとても少なかったので、信玄餅をですね、このように広げてパクパクパクと周りのお客さんの目を引くことなく、きな粉をまき散らかして、いや散らしてはいませんが、食べることができました。本日本当は爽やかウォーキングというイベントがあったんですが、この雨で中止になってしまったようです。だからお客さんが全然いなくなってしまって、さっきの藤川号よりもよっぽどゆったりとした車内となっていたのでした。今静岡県の富士に着きました。富士から東海道本線に乗って熱海方面、まずは片浜というところを目指します。まあ、なぜ片浜というところで降りるのかというと、私の大先輩がですね、先輩が高校の先輩がこの辺りにお住まいでして、そして私のことを迎えに来てくださり、こんな立派な超デラックスラーメンをご馳走してくださったのです。いや本当に先輩にね、いろんなところラーメンご馳走したりしてもらってたんですけど、どこよりも美味しかったですね。その後駿河湾沼津パーキングエリアだったかな、サービスエリアだったか忘れましたが、ちょっと違うかもしれないですけど、そのサービスエリアの上のところからこの辺りの景色を楽しませていただきました。これが沼津市の中心部ですね。
デパートがなくなったとかそういうことをよく言いますけれど、でもやっぱり沼津は結構立派なところですね。街の明かりがずらっと並びます。そしてスターバックスもご馳走いただきました。いや本当にもう何から何まで先輩には親切にしていただいて、いろいろ面白い話もしましたけれど、お前髪切れよとそういう風に言われたような気がします。別の先輩から言われたんだったかもしれませんけどね。もう髪が長くてね、私も切りたかったんですが、お金がなくて全然切ることはできなかったのです。帰りはまたこのように自動車でこんな感じのところですね、降りていただいて、東海道新幹線が走ってますね、そんな話もしました。 L700 系ですね、照明の色でわかります。さてそこから先、先輩とまたお別れをしまして、東海道線に乗って引き続き熱海方面へ向かいますが、熱海にはすぐは行きません、というか行かないんじゃなかったかな。熱海ではなく、ここから先は御殿場線という昔東海道本線であった路線に乗り換えることになります。この電車は御殿場線経由ですと書いてあり、これに乗って東海道本線をぐるりと迂回します。昔海の際のところに鉄道を通すと、もしも日本が外国から戦争を仕掛けられた時に東海道本線物流の拠点が破壊されてしまうとか、トンネルを掘る技術がないとか、そういった理由で迂回するルートを作っており、それがまだ残っていたんですが、その迂回ルートを私は今回辿ってきたということになるのです。その後は首都圏ではよく知られる東海道本線、それを神津大船と乗り換えて進み、そこから先根岸線の列車に乗り換え、そして本日の目的地横浜市の桜木町へ向かいます。この車内でですね、すごい前にもう初期にあった視聴者の方に話しかけていただいたんですけども、これは確かあれだな、暗算がすごい得意だというから試してみたら本当にバッチリできたっていう瞬間があったんですね。これは面白かった。さてそんなわけで目的の桜木町に着きました。神奈川県横浜市の中心部は横浜駅と言われていると、そういう風に思われている方が多いと思うんですが、実際にはこの桜木町が中心に近いようです。さて到着したこの桜木町駅はみなとみらい21エリアの中心地区であり、このランドマークタワー、それがすぐ目の前にあるところです。桜木町駅とほとんど直結しています。ランドマークタワーの営業時間はもうほとんど終わりと言っていいですから、今日はこれから先何かここで観光をするということはありませんが、それでもやっぱり雲の中に突き刺さるような立派なランドマークタワーの景色は素晴らしいものがありましたね。本日の旅はこれで終わりです。私の家は都心方面にありますので、ここから先みなとみらい線、東急東横線、副都心線など、それから様々な地下鉄などを乗り換えて、今回は私の家に帰ることにします。家が近いんでね、帰った方が泊まるよりも安いわけです。なかなか素晴らしい地下鉄ですよね。ここは正確には地下鉄ではないんだけれど、地上のところからこの地下のところまで全てビルの中へ入ったらば完全な一つの吹き抜けになっています。ここにやってきた副都心線直通の列車、これに乗って自分の家へ帰り、そして翌朝もう一度このみなとみらいへ戻ってきました。翌朝は元町中華街駅から旅を始めます。実際には桜木町駅から根岸線に乗ればいいので、最長往復のルートが外れる以上は、私がどこへ行こうと自分の自由なわけですが、有名な横浜中華街に来ました。神戸にもね、元町中華街っていうのはあったと思いますけど、あれは新地中華街って言ったのかな、あれはもうどうだか忘れましたが、確か神戸もそういう名前だったと思うんですよね。街並みも結構そっくりだと思いますが、今ではね、行きつけの火星楼なんかがこの辺にありますけれど、当時はお金なんかなかったからね、全然そんなのはいけなかったけれど、ここでじゃあ何か食事でもしようと思ってですね、確かラーメンか何か食べに行ったんじゃなかったかな。これだ、そうそう、A 袋、前にね私行ったところで五目ラーメン、これ500円って安いと思うんですよね。横浜中華街独特のものなのかちょっと分かりませんけれど、美味しかったですが少し残しました。中華料理はなんかちょっとこういう風に残すのがマナーだという風に聞いたからですけれど、ラーメンで別に残さなくてもよかったんじゃないかなと思うんですよね。もうちょっと全部せっかくの野菜なんですから食べてくりゃよかったなと思います。日本郵船の文化財氷川丸が係留されています。こっちが横浜の大桟橋で、遊覧船などがうろうろしているのも見えます。この横浜は日本で一番人口の多い地方自治体ということで知られています。また今歩いている山下公園は、関東大震災で壊れてしまった建物を埋めて、そして陸地になったところを公園として活用しているところです。ランドマークタワーがもう一度見えてきました。日本で一番高いビルとしてそれを目指して作られましたが、確か何らかの事情で290m、300m には届かなかった。それでも当時確か日本で一番高いビルだったんじゃないですかね。超高速のエレベーターがあります。これも私の記憶では日本で一番速いやつだったような気がするんですけれど、ちょっとうろ覚えなので、もしかしたらもっと速いエレベーターができていたかもしれません。毎分 750m、 時速 40km だったでしょうか。全部もう適当なことばっかり言ってますが、ともかくここから見下ろした景色が素晴らしいというのは、これは適当な知識であっても言えることです。天気がもうちょっと良ければよかったのかなというような気もしますが、しかし眼下に見下ろすみなとみらい地区の様子は圧巻です。もともとここには造船所やそれから鉄道用地などが多数並んでおりました。
現在でもやはり港町、物がたくさん集まるようなところということで、昔ほどの大量の日本の海外との玄関口という性質は随分失われたんじゃないかと思いますが、それでも例えばこのように赤レンガ倉庫など昔貿易の拠点として使われていたような施設が残っています。昔はああいったところにも線路が伸びていました。現在でも大黒ふ頭の方など、確かに横浜が世界に名だたる貿易港として活躍しているようなところを見ることができます。また根岸にあるその大黒ふ頭の方からやってきたタンク車ではないかと思います。燃料などをたくさん運ぶ現在でも重要な役割、世界の玄関口という役割を担っています。随分変わった回るエスカレーター、あれすごいお金かかるらしいですけどね。それを降りてもう一度桜木町の駅に戻り、これから先は京浜東北線の旅です。京浜東北線もね、旅に感じてくるもんですよ。いつも東京であちこち動き回っていても、やはりずっとこういう一つ流れの経験をしていると、横浜とかにいつも乗るような通勤電車でさえ旅の一環と感じるものです。これで横浜駅のすぐ脇のところまで向かいます。左側には東急東横線がもともと通っていたその跡などが今ちらりと見えました。横浜駅を通り過ぎて列車は鶴見に到着します。これから先しばらく電車にひたすら乗り続けるという工程になりますが、それでもなかなか面白みのあるところです。当駅からまず乗り換えます鶴見線、たくさんのお客さんがごそーっと乗って、これから先工場地帯の方面へ皆さんご用事かと思います。鶴見線に乗って最初の駅、国道の駅で降りました。鶴見線では旧型車両が使われていると、それだけでもかなり面白いんですが、駅の古さはまたすごいものです。これは昭和の初期に作られた建物をそのまま使っていたのかと思いますけれど、国道駅は相当レトロな駅ということで知られています。またこの絶妙な汚さがいいですね。 JR 東日本の駅というには随分不思議な雰囲気。神奈川県横浜市内の駅、日本で一番人口の多い自治体だというのに駅は無人駅ですし、それからこのように戦前に作られた住宅が駅の構造と一体となって建設されていますので、随分不思議な雰囲気です。まあちょっと怖いとも思われるような雰囲気かもしれません。お酒とお食事、こういう風にね、中で食事をできるようなところも残っています。でこれは国道のすぐ脇にあるんで国道駅なんですけど、その国道の玄関のところにはですね、このように穴が開いていまして、これは多分機銃掃射ができる P51、そういう飛行機がやってきてですね、ここにバンバンと、機銃掃射、要するに弾丸を浴びせていったその跡だというふうにされています。崩れないようにあんな網がしてありましたが、その機銃掃射がされているようなこんなレトロな場所が、さっき登っていたランドマークタワーからもう本当にほど近い場所にあるというのが随分不思議なことですよね。さてここから先はもう一度鶴見線へ乗り換えです。鶴見線によってまたしばらく進み、安全という駅で降ります。今度これは安田財閥の、創始者である安田善次郎という人から取って、それで名付けられた駅の名前ということですが、ここは貨物の取り扱いが大変に多く、現在でもこのような燃料を運んでいます。すぐ脇には米軍の専用施設などもあって、そこから燃料を横田基地まで運ぶということも鉄道が担っています。安全、まるでセーフティーというふうにね、頭の中で考えそうですけれど、セーフティーとは全く関係がありません。お隣の駅は浅野です。これは浅野財閥の創始者浅野総一郎の名前、武蔵白石も確か人の名前にちなんでいたはずです。もうこの辺りが人の名前にちなむようなものばっかりです。もともと国鉄線ではなく、この辺りを通っていた一つの私鉄線だったので、地元の有力者の名前をどうもつけるというような不思議な駅名の名付けの方法をしたようです。もう一般の人たちがあまり用があるようなところとも思えません。大型のトラックなどが続々とやってきて、また貨物列車の方が普通列車よりも存在感があるなど、どうにもこの辺りはただ列車に乗っているだけでも日にし情感を味わえる面白いところです。さて列車は乗り換えの駅浜川崎に着きました。ここから先は南部支線に乗り換えですが、一旦駅を出て反対側に設けられている駅にまた乗り換えるという不思議なことをします。不正乗車はね、結構し放題な雰囲気があるんじゃないかと思いますけれど、まあ実際にはおそらく駅員さんがたまに来てですね、改札のチェックなど私もやってるのを見たことがありますので、そういう下手なことをすると、まあ、大変なことになるのではないかと思います。そしてしばらくまた列車を乗り換えまして川崎に来ました。乗り換えの回数は多いんですけれど、移動した距離は本当にわずかです。さっきの鶴見から川崎までなんて京浜東北線で本来はもう一駅ですからね。そんなところを大回りしてやってきています。そしてまた東海道線に乗って品川に到着しました。レインボーブリッジなども見えます。この品川から先は本来は別の方向へ向かうのですが、少しだけ別のお金を払って、寄り道をしまして有楽町の駅まで進みます。有楽町、それから丸の内、東京周辺をこの動画ではやはり映しておくべきかと思います。まあ別の機会に来てもいいんですけどね。現在では旧型電車扱いされる E231系が当たり前のように走っていました。まず有楽町の駅前にあります交通会館、1960年代に建てられた、まあ、割と古い方のビルではないかと思います。これの2階高3階のところに外を見ることができるデッキがあります。東京駅を出発する新幹線がこのように結構な頻度で目の前を通過します。小さい時よくここに連れてきてもらってね、いっぱい見たもんですけど、やっぱり飽きないですね。頻繁にこうやって新幹線が右へ行ったり左へ行ったり、時間が経つのを忘れるとまでは正直言って言えませんが、
まあ、それでも長居するにはちょうどいいところです。この有楽町と東京の間は、まあ、場所によりますけれど明治時代から大正時代ぐらいに作られた日本で一番古い部類の高架線です。その脇を通って、まあ、短い駅間を歩き東京駅丸の内駅舎の目の前に来ました。本日3月の27日は東京駅でなかなか珍しいものを見られる日です。まだ工事が終わってなかったんですね。こんな仮のね囲いがされてますけれども、黒塗りの高級車トヨタセンチュリーがずらーっとやってきました。周りにも不思議な人だかりができています。この東京駅には要人が割と頻繁にやってくるわけでして、例えば原敬首相が、立憲政友会の総裁がここで視察されてしまったとか、そういった歴史もあります。この東京駅に茶色の高級な列車が到着しました。お乗りになっているのは天皇皇后両陛下です。実は本日は東京駅にお召し列車がやってくる日でした。まあ結構これはね珍しいタイミングだと思いますけれど、お召し列車の記念撮影などをしています。運転手さんですねこの方たちはね。本日天皇陛下はどうもいずれご静養に行かれていたようです。でそのお帰りに列車をお使いになったんですが、ただ静養のための列車でのご移動なので、日の丸の国旗などを掲げて列車をつけるということはせず、まあ割と簡単な装備でのお出かけとなりました。皇后陛下がこちらへ見えなくなるまで手を振ってくれていました。こんな長旅しててね、これにタイミングビチッと合うなんて随分すごいよなと私も改めて思いますけれど、本当にぴったり偶然だったんですよ。さてこれから先もう一度東京から品川方面まで戻ります。そして品川からさらに先武蔵小杉まで進みます。品川から最長往復ルートに復帰と書いてある通り、まあ、さっきの東京は要するに天皇陛下ご乗車のお召し列車を見るためのちょっとした寄り道だったのでした。さらにそこから先は南武線などに乗車しますが、南武線は編成が6両しかなく、まあ、割と短い路線でしてお客さんにたくさん揉まれて苦労します。立川に到着しました。この立川から乗り換えますのは青梅線です。中央線と同じオレンジ色の電車を使っていますが、全く違う路線です。これに乗ってさらに最長往復切符のルートを消費していくために、もっともっと奥州の方を目指さなければなりません。到着した拝島駅、実験的なホームドアが使われています。ここからさらに八高線という路線に乗り換えます。この八高線というのは何であるかというと、群馬県の名物特産その絹糸を先ほど紹介した横浜の港まで運び、そして日本が外国にそれを売るということを、まあ、一連の流れを見越して作られた路線なのですが、これを使ってですね、どん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 要するに群馬県の奥の方までこの夜の遅い時間から向かっていきます。今小川町東武東上線がちょっと見えました。さらに今埼玉県を抜けていよいよ到着したこちらは群馬県の高崎の一つお隣倉賀野です。ここで乗り換えますのは高崎線。ようやくこれで東京方面に戻ることになります。夜の遅い時間です。大宮に到着をするのが夜の11時前ということになります。そして大宮からは埼京線。これは東京都心を利用していれば、まあ、割と結構な頻度で目にする路線ではないかと思います。これに乗って武蔵浦和。まだ夜のこの時間でも通勤ラッシュをやっているんだから大変です。もう終電までラッシュは終わらないようです。武蔵野線に乗り換えて到着しました。当駅は北朝霞。ここでいよいよ今日は終わりということにしようと思います。東武東上線に乗ってまた都心方面へ。この日はこれで終わりです。長旅でしたね。群馬まで行っちゃいましたよ。どうもご視聴ありがとうございました。